ゴミ拾いはスポーツだを合言葉に、郡山駅周辺でスポゴミ in 郡山が行われました。スポゴミ in 郡山は3人から5人でチームを組み、時間内にどれだけゴミを拾えるかを競います。今回が初めての開催で、41チーム168人が参加しました。開会式で品川市長は、郡山市が全国の中核市でゴミの排出量1位であることに触れ、一人一人の力で汚名返上しましょうと挨拶しました。30度を超える暑さの中、参加者は協力し合いながらゴミを拾い集めていました。汗をかきながらたくさんゴミ拾えたのかなって、少しでも郡山の町のです、郡山市のですね、綺麗な町づくりに貢献できたのかなとはちょっと思います。1位のチームは45分間でおよそ 5.3 キロのゴミを拾い、参加者全体ではおよそ60キロにも上りました。女子生徒に理工系への進学を目指すきっかけにしてもらおうと、建築に関する体験教室が開かれました。郡山市は男女共同参画週間に合わせて講演会などを開催しました。このうち初めての建築学体験は、将来女性建築家として活躍してもらおうと小中学生向けに開かれました。郡山女子大学生活科学科建築デザイン専攻の長田常治准教授が講師を務め、建設現場で使われる動物に由来する言葉をクイズ形式で紹介しました。ちょうど自分も動物好きなので、とても動物の話とか建物とかにも関係してるんだなっていうのが今日知れたので、とても良かったと思いました。また男女共同参画センターの20周年を記念して、これまでの歩みを振り返るパネルや男女共同参画川柳コンクールの入賞作品が展示されました。郡山市は来年1月に開催される成人の集いの企画や運営に携わるボランティアスタッフを募集しています。成人の集いは今年度20歳になる人を対象に来年1月8日に開かれる予定です。ボランティアスタッフは成人の集いのキャッチフレーズやイベントの内容などを検討するほか、当日の運営にも携わります。郡山市内に住んでいるか通勤通学をしている18歳から30歳くらいまでの人が応募できます。20歳の方を一緒にお祝いする、中身を考えるので、楽しいことを企画したい、あと一緒にイベントを盛り上げたいというふうに考えていただいている方に参加していただければと思っております。応募方法など詳しくは教育委員会障害学習課に問い合わせるか、郡山市のウェブサイトをご覧ください。